今までやってきたことを全て否定されているというふうに、全て否定されたというふうに感じたのが一番つらかったです。こう話すのは、鎮西高校野球部の監督として2014年の選抜でチームを甲子園に導いた江上博康さんです。江上さんたち教職員が訴えたのは、2つの高校を運営する鎮西学園の勝目康弘理事長によるパワハラです。江上さんによりますと、おととし5月に勝目理事長から勝てない野球部に金を出せるかなどと言われ、12月には監督からコーチに配置替えされたということです。江上さんは PTSD 心的外傷後ストレス障害と診断され、翌年から休職し、今年復職しましたが、現在も自宅待機を命じられたままだということです。これについて鎮西高校は、勝目理事長の発言は監督への激励だったといいます。理事長の言葉を借りますけども、激励であると。鎮西高校の野球部は大事な存在ですので、やっぱりしっかり活躍してもらいたい、実績も残してもらいたい、そういう思いがありますので、これをなんとか上向きにしてほしいという思いが、そういう言葉になったというふうに思います。また監督からコーチへの異動は、野球部の指導をめぐって、江上さんが暴力を振るったなどの問題が県から指摘され、調査した結果だとしています。暴言があったということと、暴力については、有形力の行使という言葉ですけれども、それがあったと。これに対し江上さんは、部員への暴力は一切なかったとしています。何もなかったのになぜ降格ですかと食い下がりましたが、県からの調査があったこと自体が問題で、何らかの処分をしないといけないという理由でした。江上さんは労働基準監督署に労災を申請し、先月長時間労働があったとして労災が認められたということです。また江上さんは勝目理事長からパワハラを受けたとして賠償を求める裁判を起こしましたが、一審では敗訴し、現在控訴しています。